いや、面白いね、ジード。ということでね、ヒカリです。はい、今回はね、ウルトラマンジードをね、今1話、2話までね、見たんですけど、まあ2話までしかやってなくて、ね、2話まで見たんで、その感想をね、動画にしたいと思います。いやー、面白い。楽しいですね、見てて。うん、2話まで見てて面白いです。変身時の、You go! I go! Here we go! ね。あれも初めはね、ダサいかなと思ったんですよ。まあ前のね、前回のオーブもそうだったんだけど、ウルトラマンさん、ティカさん、光の力お借りしますもダサかったんだけど、なんだけど、俺はね、なんかね、メビウスとかガイアとか見てたから、メビウスとかガイアとかそんな感じじゃん。だちょっとダサいなと思ってたの。今回のね、You go, I go, here we go もね、んとか思ったんだけど、もう、第2話見終わったら、もう俺、You go, I go, here we go もう言いまくってる。もう、めっちゃハマった。うん。いいですね。ちょっとね、今日はね、台本をちゃんと書いたんでね、台本通りに話していきますね。はい、ということで、すごいハマりました。でね、まあ、今回のね、ジードのいいところの一つとして、まあ、2話、まあ、まだ2話までなんだけど、特にうざいキャラがいないですね。なんか、別に悪役としてうざいとかじゃなくて、なんか、いや、あんまり好きじゃないなって、なんかキャラクターとかが出てこなくていいですね。あと、主人公役のなんか、浜田くんかな浜田さん。うん。あの人もすごいいいですよね。まあ、前回のオーブンの人も良かったんですけど、うん。いや、すごいね。うん、いいです。キャラクターがいいですね。まあ、新しく出てきたキャラクターとか、あと、店長いるじゃないですか。店長。あの人さ、バイキングのさ、西村に似てない。あれ、バイキングの西村かなと思ったんだけど、なんか演技うまいから違うなとか思って。うん。特になんか、うざいキャラもいなくて、キャラクターも面白くていいですよね。なんか新しいキャラもどんどん出てきてね。次回はゼロが出てくるんだっけ、うん、まぁ、ちょっとゼロはね、特別編とかしか見てないからよくわかんないんだけど、まぁ、ちょっと楽しみですよね。うん。で、まぁ、ジードのね、フォルムっていうか最初の、まぁ、まだ1形態しかなってないんだけど、かなりかっこいいっていうか、俺の中で、俺パワードとか結構好きなの、見た目的に。だからパワードに近いじゃん。まあ、もちろんベリアルに近いっていうのあるんだけど、なんか、力があるみたいな感じじゃん。だから強いイメージがあるから、なんかパワードに近いイメージなんだよね、俺はね。ウルトラマンパワードに近いイメージがあって。すごいね、最近のウルトラマンではね、オーブちょっと顔がね、細くてなんかちょっと苦手だったわけ。だから素振りね、だからね、実物素振り見て、あれなんかかっこ悪いなと思って、まあ、これは、後で中古で買おうって思ってやめたのよ。でも、ジードは、買おうかな、って思います。まあね、今回はまあ、おもちゃに関するね、話もあるんだけど、まあ、やっぱね、ウルトラマン楽しむ上でね、やっぱその、怪獣とかね、新しいフォルムとか出たらさ、ソフビ買いたいよね。もう今回もね、僕ね、やっぱね、ソフビ買おうと思います。もうね、ゴモラみたいなやついるじゃん。名前忘れちゃったけど、レッドキングとゴモラとベリアルの合体したみたいなやつ。あれのソフビ欲しいんだけど、2000円ちょっとするんだよね。高いね。高いけど、しょうがない。でかいもんね。うん、あれは中古で出るのかなわかんないけど、まあ値引きしてからって言いたいとこなんだけど、やっぱ放送見ながらリアルタイムで欲しいんだよね。まあもう倒されちゃったけど、あいつ。うん。かっこいいし、欲しいね。2000か。まあでもジードは買います。最初のフォルム、まずは。うん。オーブは買わなかったから、ジードは新品で、今ね、アマゾンで400円くらいかな。400円ちょっと。なんで、ちょっとジードは買っちゃおうかな。もうちょっと前だとね、X は新品で買ったんだけど、ちょっとジード買いたいな。うん。あと、ビッグソフビも買おうかな。X もビッグソフビ持ってるんだけど、ジードもビッグソフビ買っちゃおうかなーと思ってます。最近のウルトラマンの怪獣ね、かっこいいよね。前回のオーブだとね、俺マガバッサーがすごい好きなんだけど、マガバッサーのソフビもね、結構、うん。まあ、持ってないんだけど、欲しいなと思いましたね。ジードの怪獣、かっこいいのがいっぱい出てきてほしいですね。うん。前回なんだっけな、ギャラクトロンだっけ？すごいでかいやつ出たじゃん。あれぐらい出ていいんだけど、まあ、4000、5000するのちょっとなーとか思ってね、5000円かーとか、値段も、まあ、ジードのね、そういうこの装備はね、500円ぐらいで買えるんでね。ノーマルサイズっていうのかな？スタンダードサイズ。あれを僕はね、集めてるんで、500シリーズサイズっていうのかわかんないけど、やっぱ、ジードはそれを買おうかなと思っております。思っております。んで、まあ、ウルトラマンのね、今までの思い出としては、僕ね、がっつり全部見て覚えてるっていうのは、メビウスだけなんですよ。メビウスは最近ちゃんと見たんで、1話から最後まで。で、外伝とか、光の話とかも見たんだけど、ちっちゃい頃はね、ガイア、ダイナめっちゃ見てたはずなんだけど、もうちょっと記憶なくて、最近また見直してるんだけど、ガイア、ダイナ見てて、もっとちっちゃい頃は、ゼアスとかティガとかがいたんだけど、ちょっとね、ちっちゃすぎて覚えてなくて、ガイアダイナーおもちゃとか持ってたんだけど、ちょっと覚えてないんだよね。ウルトラマン系は。やっぱね、怪獣に関してなんだけど、ソフビ。やっぱね、最近のソフビが一番好きだな。うん。俺がね、ちっちゃかった頃のソフビの方がでかくて出来はいいんだと思うんだけど、なんかね、もう、
慣れちゃってるんだよね俺が。もうなんか新鮮さがないっていうか、感動しない。見ても中古屋で見つけても、ああ昔持ってたわとかなっちゃうから、やっぱね最新の装備いいですよね。かっこいいなと思って、だからっつって X とかちょっと見てないから、 X の方の装備はまあちょっと買うのためらっちゃうんだけど、うん、やっぱ最新の装備はうーんあれ買おうかな、ここら。その前にマガバスター買っちゃいたいんだよね。まあでもやっぱジードの装備、あーでもね、なんかうん、おもちゃ屋さんとかで割引になるじゃないですか、いつか。そこで買うのも、うーんとかすぐ悩んで、もう今楽しいです。うん。とりあえずジードは買います。でも今日もね、ちょっとね、いろいろウルトラマンの怪獣買ったんですよ。リサイクルショップとかで。リサイクルとかっていうか、リサイクルショップでなんだけど、こういうね。まあ、あとでね、まあ動画にするんですけど、はい。で、まあ最後に、これからのジードに期待することなんですけど、もうさっきも言っちゃったけど、かっこいい怪獣がいっぱい出てきてほしいのと、あと、かっこいいフォーム。と、あとはさ、だいたい、あ、2号ライダーって、あ、2ライダーじゃないや、2号ウルトラマンみたいにいるんかな、今回は。なんか全然そういうのまだ出てきてないけど、なんかメビウスだったら光がいたじゃん。そんな感じで、オーブはいたっけ、誰か。いないか。オーブいなかったよね、確か。なんかフォームがめっちゃ変わったり、あとは、過去のウルトラマンの力をお借りする形みたいな感じとかだから。だから今回もなんか、ウルトラマンを合体させて、ジードなーってなるから、どうなんだろうね。俺2号ウルトラマンとか好きだけどね、あの光がすごい好きだからかっこいいしね。あとはなんかザムシャーみたいなさ、敵だけど、敵だったけど味方になるっていうか、なんか、うん、俺は悪くない怪獣とかもいっぱい出てきてほしいなと思ってます。うん、味方の怪獣とか好きで、ミクラスとかさ、うん、そういうのいっぱい出てきて、なんかおもちゃで装備は揃えようと思ってるんで、装備にとしてかっこいいキャラクターがいっぱい出てきてほしいですね。で、今回ね、ジードライザーだっけ、なんかジードに編成するさ、You go! You go! I go! Here we go! だっけ、あ、Here we go! Go か。うん。変身アイテムはちょっと買わないかな。なんでかっていうと、まあ、かっこよくないっていうのもあるんだけど、単品で変身できないじゃん。例えば、メガレンジャーで言うと、デジタイザーだけで変身できるみたいな。ちょっとね、これプラス、このなんか、カプセルを入れるやつとかも必要だって、ただ、まあ、見た目が、買わないかな。あれはでもね、中古で買おうとするとね、結構高かったり、あとパーツ揃ってなかったりするから、中古ではもう手に入んないとは分かってるんだけど、ちょっとジードのまあ値段とも1000円ぐらいだったら買っちゃうかもしれないけど、ちょっと変身アイテムはいらないかなって思います。やっぱ今回やっぱもうやっぱウルトラマンはやっぱ装備だけ買っていこうかなって思ってます。ちょっとね、キューレンジャーも、エグゼイドも見てないんで、やっぱ最新はね、ウルトラマンしか見てないんですけど、うん、とりあえずおもちゃ装備だけを買っていこうと思っております。ということで、まあね、総括するともうウルトラマンジード最高だよと。まあ今 YouTube で見てんだけど、公式配信があって、公式配信の YouTube で見てるんだけど、まあテレビではちょっと見ないかな。うん、やっぱ YouTube に上がったのを毎回見る形になるんだけど、公式配信をね、うん、まあ楽しみですね。楽しみ、次のも早く見たい。ということで、ウルトラマンジード面白いんで、皆さんもね、まあ、見てる人はまあところが見ても、まあ、これから見てもまだ遅くないから見てほしい。ウルトラマンジード楽しいです。以上でした。ヒカリです。スケリでした。バイバイ。Please subscribe.